知県から参りましたよさこいチームタキオンと申します。本日2回目の演舞となりますが、1回目の最後は本当に手拍子をいただきまして、温かいご声援本当にありがとうございました。2回目の演舞でこれで最後になるんですけれど、頑張って踊ってまいります。どうぞよろしくお願いします。またですね、2025年は大阪万博があるということですが、よさこいの方もですね、ぜひこの大阪で盛り上がることを期待しております。願っておりますので、皆さんよろしくお願いします。それから踊りも今日見ていただきたいんですけれど、今日はですね、高知の特産品ですね、いろいろ売ってますブースがございますので、ぜひ会場の皆様、それから駅をご利用されている方々、足を止めて見ていただけたらと思います。それでは、最後の演舞になります。よろしくお願いします。滝よ鍵屋玉屋
滝音の皆様ありがとうございました。2回目の演舞も会場がライブ会場さながらの盛り上げを見せておりましたが、今年8月9日から12日まで、高知県で開催されましたよさこい祭り